派手紙レインボー、この世の色すべてやりたい、こんな見た目でも女子大生、マーチリンです。私は普段女子大生をしながらブラックダイヤモンドのメンバーとして活動させてもらってます。雑誌の読者モデルとして出ていたり、それからテレビにもちょこちょこ出させていただいたりしています。今からカバンの中身紹介しちゃうよ。これは私が普段使っている化粧ポーチです。このグッズの中には自分で作ったものもあります。このキャラクターがめちゃくちゃ好きなんですけど、バレンタインデーにゲーム会社にチョコレートを送ったらお返しでメッセージカードが届きました。これがホワイトデーのお返しでもらったやつです。スマホの携帯の方にもついてます。これが私のカバンです。普通のヴィトンだとみんなと被ってつまらないので、この可愛いお花がプリントされているド派手なやつがすごい好きです。あと荷物がすごい多いので大きめのバッグいつも選んでます。これ充電器ケースなんですけど、充電器は常に3台持ち歩いてます。1個、2個、3個で、結構心配性なのでイヤホンも3個ぐらい入ってます。充電器なんですけど、充電を忘れてて切れてしまったりとか、あと iPhone って結構触っちゃうから充電の減りが早いので指で何個か持ってるっていうのと、あとイヤホンは忘れると音楽聴けないのが結構きつくて、途中のコンビニとかで買ってしまうので無駄な出費をあらかじめ抑えるために一つなくなってもいいように予備で 2,3 個ぐらい入れておいてます。音楽は結構幅広くていろんなの聴きます。 EDM も聴くし、なんかそういうイケイケなのも聴くし、ヒップホップとかレゲエとかジャパニーズミュージックも聴くし、アイドルソングも聴くし、あとアニメソングも聴きます。めっちゃ幅広いです。このスケジュール帳は学校でも遊びでも仕事の時、モバイルの時も必ず持ち歩いてます。で、スケジュール帳にはちょっとプリクラを毎回必ず貼って、思い出帳みたいな最後なるようにしてます。スケジュール帳は見開き派です。で、結構暑いとかさばっちゃって常に持ち歩くのにすごい邪魔だと思うので、サイズもコンパクトめで、で、薄さも薄めのものを選んでます。あと目が悪いのでメガネを常に持ち歩いてます。これお母さんが高校生の時に買ってくれたポリスっていうブランドのメガネです。なんかちょっとかっこよくてお気に入りです。これは今日買ったスタバのポテチです。美味しそう。じゃがりことかおにぎりとかそういう軽食系はよく入れてます。一番よく入ってるのはじゃがりこかな。バイト先ですごい安くってて、じゃがりこってコンビニで買うと160円とかすると思うんですけど、そこだと80円で買えるんですよ。だから2個で1個分の値段なので、それをねつい買ってしまいます。最近ので美味しかったのは柚子胡椒味なんですけど、普通に常に出てるやつの中で一番好きなのは、じゃがバターかな。腹が膨れる感があっていいですよね。ツイッターを毎日画像付きで更新するのを目標にバリバリ毎日更新しているので、たくさん私の情報が載っています。ツイッターぜひぜひチェックしてください。それから配信アプリとかにハマっていて、今一番配信しているのがアップライブっていうアプリなんですけど、そこで中国語とか英語で自己紹介なんかもしちゃっているので、チェックしてもらえると嬉しいです。で、またこういう動画もどんどんチャレンジしていきたいので、どんどん見てください。よろしくお願いします。バイバーイ。パパ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 パ。